ミゲル・エルネスト・エレーラ・アギーレは、メキシコ・イダルゴ州、クワウテペクデイノホサ出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。相性はその身長からピオホ。選手としては、1980年代から1990年代に、かけて4度にわたって、CF ・アトランテに在籍したほか、トロスネサ。 サントスラグナ、ケレタロ FC に所属した。1993年から1994年には、メキシコ代表に選出され、コパアメリカ1993に出場して、準優勝した。指導者としては、2002年と2010年に、アトランテを指揮し、CF モンテレーでは、リギージャ決勝に2度進出した。ティブロネスロホスでベラクルスとエストディアンテステコスでも、 監督を務め、2011年から率いるクルブ、アメリカでは、クラウスーラ2013を制した。2013年から2015年までは、メキシコ代表監督を務めた。イダルゴ州、クワウテペクでイノホサに生まれ、1986年に CF、アトランテからデビューした。1988年に、サントスラグナに移籍し、30試合に出場して4得点を。 あげた。1989年にはアトランテに戻ったが、1990年にはケレタロ FC に移籍した。1993年にメキシコ代表デビューし、同年にエクアドルで開催されたコパアメリカ1993に出場。メキシコは決勝に進出したが、アルゼンチン代表に1-2で敗れて、準優勝に終わった。 1991年には再びアトランテに戻って1995年までプレーし、125試合に出場して9得点を挙げた。1995年にはトロスネサに売却され、攻撃的なスタイルを貫いたエンリキメサ監督のチームは注目を集めた。ベラーの1997のリギージャではアナム・プーマスとクルブネ・ネカクサを破り、 クラブ史上初めて決勝に進出したが、チーバスグアダラハラに2試合合計2-7で敗れている。1999年にはアトランテへの帰還を果たし、2000年に現役引退した。選手としてはリーグ1380試合に出場しているが、このうちの211試合は4度在籍したアトランテ時代に出場した。メキシコ代表としては14試合に出場している。 現役引退から2年後の2002年、選手時代のフルス CF アトランテの監督に就任した。2年間監督を務め、2004年に辞任した。同年に CF モンテレーの監督に就任すると、アペルトゥーラ2004のレギュラーシーズンでは21得点を挙げたギジェルモ、フランコが得点王に輝き、クラブは6位でリギージャに進出。リギージャ準々決勝では、 CF パチューカに2試合合計3-2で勝利し、フルスアトランテと対戦した準決勝では2試合合計7から3で勝利して決勝進出を決めた。決勝ではアナム・プーマスと対戦し2試合合計1から3で敗れて準優勝に終わった。クラウスウラ2005ではレギュラーシーズン7位だったがリギージャ準々決勝でクルスアスソルに敗れた。 アペルトゥーラ2005では、レギュラーシーズン2位でリギージャに進出し、リギージャ準々決勝では、エストリアンテステコスを、準決勝では、ワンル、ティグレスを破った。再びリギージャ決勝に進出したが、デポルティーボトルーカエフシー FC に2試合合合計3から6で、破れた。クラウスーラ2006では、レギュラーシーズン16位に沈み、4シーズン目の式で初めてリギージャ進出を逃した。 アペルトゥーラ2006では5位でリギージャに出場したが、初戦の準々決勝でトリューカに敗れた。クラウスーラ2007では15位、アペルトゥーラ2007では17位となり、2シーズン続けてリギージャ出場を逃したことから、2007年9月の契約満了と共に退任した。クラウスーラ2008の期間中、アントニオ・モハメド監督が辞任したティブロネスロホスで、 ベラクルスの監督に就任。2008年3月29日にホームで行われたクルブアメリカ戦には4-0で解消した。就任前からリーガでアセンソ降格が決定的であり、3シーズンの獲得価値点率再開でアセンソ降格が決定した。ベラクルスを去って、すぐのアッペルトゥーラ2008期間中、解任されたホセルイース・トレーホ監督の後任として、 エストゥディアンテステコスの監督に就任。アペルトゥーラ2008では、就任時を上回る7位となったが、リギージャでは準々決勝でトリューカに敗れた。2009年のインテルリーガでは、グループリーグ再開に終わった。クラウスーラ2009では6位でリギージャに進出したが、準々決勝でアナムに敗れた。アペルトゥーラ2009では12位、ビセンテナリオ2010では14位でいずれもリギージャ。 出場を逃し、2010年9月に解任された。2010年11月、2002年以来となるフルス・アトランテの監督就任が発表された。クラウスウラ2011の、レギュラーシーズンは4位となったが、リギージャ準々決勝で、クルスアスソルに敗れた。アペルトゥーラ2011では14位で、リギージャ進出を逃し、クルブアメリカからの興味が噂されていたエレーラは、 アトランテとの契約を延長しなかった。2011年11月16日、クルブアメリカの監督に就任した。記者会見では6ヶ月の契約であることを明らかにし、6ヶ月で結果を残せなければ、私は去ると述べた。1月7日のケレタロ FC 戦が就任後初の公式戦勝利となり、クラウスーラ2012のレギュラーシーズンは3位で終えた。 リギージャでは準々決勝に勝利したが、準決勝で、モンテレーに2試合合計0の2で敗れた。5月14日、好結果を残したエレーラは、クラブとの契約を延長した。アペルトゥーラ2012では4位でリギージャに進出し、リギージャでは準決勝でトルーカに敗れた。クラウスーラ2013では、クリスティアン・ベニテスが17得点を挙げて、 得点王に輝き、レギュラーシーズン2位でリギージャに進出。リギージャでは準々決勝でアナム・プーマス、準決勝でモンテレーを破り、決勝はクルス・アスルと対戦したが、ファーストレグを0から1で落とした。セカンドレグでは序盤に退場者を出し、残りの105分間を10人で戦うことになったが、2から1で勝利して2試合合合合計2から2とした。 PK 戦を4から2で制して、劇的な優勝を決め、指揮官として、自身3度目の決勝にして、初のプリメーラディビシオン優勝を果たした。3シーズン連続で、レギュラーシーズンを4位以内で終え、ディギージャでも準決勝以上に駒を進めている。2013年10月18日、アメリカの監督と兼任で、メキシコ代表監督に就任することが発表された。 2015コンカカーフゴールドカップでチームを優勝へ導いたが空港で記者に暴行したとして退官の翌日に解任された。2021年5月20日、ワンル・ティグレスの指揮官として招聘されることが発表された。ありがとうございます。